フリッシャーの夜道を聞きの皆さんこんにちは笠原と言います今回は思わず笑顔になった話ということでお話をさせていただきたいと思います皆さんどうでしょうか思わず笑顔になった話っていう思わず笑顔になるっていう場合はですね予想外のことでものすごく嬉しいことが起こった時にはですねやっぱり思わず笑顔になるんじゃないかなという風うに 思うんですけれども私もですね、以前、この予想外のですね、自分が思っているよりもはるかに大きなことが起こってきたときにですね、思わず英語になってしまったという、そんな話をね、今日はさせていただきたいと思います。で私はあの牧師として働きをしてるんですけれども、デザイナーという側面もありますで。デザイナーというのはですね、必要なものがあるんですね。それは何かと言いますと、 コンピュータータですもちろんスキルも必要なんですけれどもまあコンピューターがなければデザインができないんですねで私の場合はあのー、以前はねあの会社に属してデザインの仕事をしてたことはあるんですけれどもある時期からフリーランスとしてデザインをするようになりましたで一番最初に私が所有したコンピューターはデスクトップのコンピューターですですから家で作業するっていうのが普通ですよね まあ、デスクトップを持ち歩いてカフェで仕事するという人も中にはいるのかもしれませんけどあまり見たことがないですねで基本的にはノートパソコンを持ち出して外で仕事をしたい場合はやはりノートパソコンで仕事をする人が多いんではないでしょうかで私はですから一番最初はデスクトップのコンピューターを所有してそしてフリ,ーのフリーの立場でデザインをしていましたである時からですねやはりちょっと活動の幅が広がっていきまして 家で作業をするっていうことよりもあの外に出て行ってクライアントさんのところで、えっと、お見せしながら実際に、えっと、その場所でデザインをお見せしながら作業してみたりまたクライアントさんと一緒に作業したりっていうこともですねこう増えていくようになったんですねですからあの家で作業するというよりもデスクトップというよりもノートパソコンの方がやっぱりこう非常にこう便利だなということになっていきました でえっと、もちろん私がフリーでデザインをしているということだけではなくて先ほども言いましたように教会の働きも同時にさせていただいておりますのでですからいろんなところに行ってその場所でデザインの仕事をするということが多かったんですねなのでかなり必要に迫られていったものがありましたそれはノートパソコンということになります デスクトップでは非常に厳しくて、やはりノートパソコンが必要だなというふうに思ったんですね。で、デザイナーさんというのは、基本的にね、この Mac を使う方が多いですで。私もその Mac が欲しいなというふうに思っていました。デスクトップも Mac を使っていたので。で、Mac が、ノートパソコンの Mac が欲しいなというふうに思ったんですね。これ必要だなというふうに思ったので、こう聖書にね、求めなさい、そうすれば与えられますというふうに書いてあったので、え私はですね、 あの祈ることにしました神様に求めることにしたんですでその教会ではですねこういうお話もされてたんですねより細かく必要なものをこの祈った方がいいと神様はその祈りに聞いてくださるということをですね教会でこの聞いていたこともあったので細かく祈ることにしましたでどういうふうに祈ったのかというとまずノートパソコンが必要であるということ そして、えっと、ノートパソコンなんだけれども画面が大きくないとちょっと作業が大変なので一番大きな画面のノートパソコンであることそしてデスクトップと同じぐらいの力があることそして、Apple、えっと、の Mac、ね、のノートパソコンであることこれで,です、ね、しかもその当時の一番最高を与えてくださいというです、ね、大胆な祈りをしていったんですね。 でですね、ただ実は心の内側にはこういう思いがありました私はあまりこう、裕福な感じで育ってきてはなかったのでなんかですね、まあ、中古でもいいかなとかですねあのまあ一番新しいっていうよりも2番目ぐらいでいいかな3番目ぐらいでいいかなとかねそういうふうな思いになってしまう癖がですねやっぱりあるんですねでですねまあでもとにかく神様最善を与えてくださいとこういうふうにこう祈っていたわけです そしたら驚いたことが起こってですねある時に教会から連絡がありましてですねえっと笠原さんにあの献金が来ていますよってことでですねえちょっとねええー、ってこうびっくりしたんですねでえっと聞きましたらですね多額の献金であると大体ですねおそらく30万円ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけれどもコンピューターを買ってください っていう指定の献金がですね、私に与えられたっていう連絡だったんですね。それでその30万円っていうのは、えっと、何に値するかというとですね、その当時、一番新しく、一番最新の、発売したばかりのアップルから出た Mac、MacBook Pro というノートパソコン、そして一番画面サイズが大きい17インチ、 そして、えー、とデスクトップと同じぐらいの同等のパワーを兼ね備えたものを買うとちょうどいい金額だったんですよね。で私の心の中でですね2番目でいいや中古でもいいや3番目ぐらいでいいやとか思ったものを恥じてしまいましてですねそれの思いをはるかに超えて一番良いもの一番最新のもの一番新しいもの出たばかりのもの誰もまだ買っても見ないようなものを 買っっててくださいっていう風にですね献金が与えられてきた時に「ああ神様は私にとって一番良いことをしてくださるあ神様は私の祈りに聞いてくださったで私が細かく祈った祈りの全てが聞かれたでも私はなんかちっちゃく見積もってしまったけれども私の思いをはるかに超えて神様は私に良くしてくださった」っていう体験をですねそこでした時に思わずね笑顔になってしまったんですね。 でこういった体験をですね、私はさせていただいて、えっと、そのコンピューターが与えられたということもものすごく嬉しかったんです。ですからそれも笑顔になったんですけれども神様が私のことを愛していてね、最善をしてくださるという体験をここでもね、することができてですね、思わずこの笑顔になったとっいう体験をさせていただきました。本当に感謝しています。 え今日は聞いていただいてどうもありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。